運動会シーズンですかねそろそろ。運動会、どうなんやろな運動が得意な子にとっては、まあ晴れ舞台。ただ苦手な子にとっては地獄っていう、この季節。<laughs> いや、うーん、そうですね。僕はあんまり運動会とかは得意じゃなかったですね。なんか。 すごい活躍できるわけでもないし、かといって、なんかものすごい足を引っ張るわけでもない。なんかやっぱあの、細身の、なんか、なんていうんですか、縦長な子って、運動会向きじゃないっていうか。<laughs> なんかちっちゃくて速いやつと体の大きくてごついやつが活躍してるイメージで。僕はなんか、あんまり活躍できた覚えではないっすね。ただ、今やったらどうでしょう大玉転がし。 棒倒し。ムカデ競争。まあ、でも今、すぐに足ぐねるかな。<laughs> もう、だからあれですよね、運動会のお父さんのあのちょっとこう、急に久々に走ったもんやから、こけちゃって、ぐねって、みんながちょっと心配する空気とかが、他人事じゃなくなってくるわけでしょ、そろそろ。 でも確かに、最近こう撮影とかでもやっぱ朝一とかで走ったりせなあかんときはやっぱ準備体操戦と、うん、ほんまに足ぐねりますもんね。なんで子供の頃ってあんな足ぐねらんかったんやろって。<laughs> まあでも運動神経無視元気やったやろな。なんやろなんか今日すごい寂しになってきたな。<laughs> 今日の放送なんやろすごい。今日こんなスペシャルな日やのに。 ねゲストも来んのに。まあまあまあ、それじゃあ、今週も気を取り直して始めていきましょう運動会シーズン、ですかね、そろそろ。運動会、どうなんやろな、運動が、得意な子にとっては、まあ、晴れ舞台。ただ、苦手な子にとっては、地獄っていう、この季節。<laughs> いや、 うーんそうですね僕はあんまり運動会とかは得意じゃなかったですねなんかすごい活躍できるわけでもないしかといってなんかものすごい足を引っ張るわけでもないなんかやっぱあの細身のなんかなんていうんですか縦長な子って運動会向きじゃないっていうか <laughs> なんかちっちゃくて早いやつと体の大きくてごついやつが活躍してるイメージで。他なんかあんまり活躍できた覚えではないっすね。ただ、今やったらどうでしょう大玉転がし、棒倒し、ムカデ競争。まあ、でも今すぐに足ぐねるかな。<laughs> もう、だからあれですよね、運動会のお父さんのあのちょっとこう、 急に久々に走ったもんやからこけちゃって、ぐねって、みんながちょっと心配する空気とかが、他人事じゃなくなってくるわけでしょそろそろ。こわっ。ええー、でも確かに、最近こう、撮影とかでもやっぱ朝一とかで走ったりせなあかん時は、やっぱ、準備体操せんと、ほんまに足ぐねりますもんね。 なんで子供の頃ってあんな足ぐねらんかったんやろって。<laughs> まあでも運動神経無視元気やったやろな。なんやろなんか今日すごい寂しになってきたな。<laughs> 今日の放送なんやろすごい。今日こんなスペシャルな日やのに。ねゲストも来んのに。まあまあまあ。それじゃあ、今週も気を取り直して始めていきましょう。